ハンス・ローリッツは、ナチス・ドイツのダッハウ強制収容所やザクセンハウゼン強制収容所の所長を務めた人物。親衛隊の隊員であり、最終階級は、親衛隊上級大佐。ドイツ帝国バイエルン王国アウクスブルクに、警察官の息子として生まれる。第一次世界大戦の開戦に伴い、陸軍に従軍した。3回にわたり負傷した。 1915年には二級鉄十字章を除訓している。その後、パイロットに転じ、爆撃に従事した。1918年7月に、フランスで撃墜されて、捕虜となる。ドイツ帝国の敗戦後の1920年2月に、釈放された。帰国後、故郷のアウクスブルク警察に勤務した。1930年8月1日に、 国家社会主義ドイツ労働者等に入党。一月後に新英隊にも入隊。第29新英隊連隊に配属され、1933年4月20日から1933年12月15日にかけては同連隊の指導者となる。その後、第8新英隊地区や新英隊上級地区ドナウで勤務していたが、 1934年7月から1936年4月にかけてエスターウェーゲン強制収容所の所長に就任する。続いて1936年3月31日からダッハウ強制収容所の所長を務める。しかしアドルフ・ヒトラーの覚えはめでたくなく、1939年1月に解任された。 1939年7月1日から1943年4月1日まで第36新英大地区の指導者となる。この間の1940年4月から1942年8月にかけてザクセンハウゼン強制収容所の所長に就任している。1942年5月にラインハルト・ハイドリヒがチェコで襲撃され、 6月に死亡すると、ローリッツは報復の一環として、ザクセンハウゼンの囚人から200人ほど選び出して、処刑させている。しかし1942年8月の終わりには、ローリッツの囚人の個人的使用が目に余るとされて、所長の地位はアントン・カイントルに変えられることとなった。この後、第二次世界大戦でドイツが敗戦するまで、北方親衛隊及び、 警察高級指導者、ビルヘルムレディース下で、ノルウェーのすべての労働収容所と、捕虜収容所の監督を行う仕事に従事する。戦後、ソ連軍に逮捕され、ソ連の軍事法廷にかけられる予定であったが、その前に拘禁されていたノイミュンスターの収容所内で、自殺した。マルセル・リビーチョ、ナチ強制、絶滅収容所、P251。ありがとうございます。